何年か前は自分の欠点に悩んだものだけど、今は考えないようになったわ。長所を伸ばす方が建設的でしょ。マグロナルドに新バーガーが出たの知ってる？そう言うと思って買っておいたわ。後で一緒に食べましょう。思い出すと恥ずかしいこと？最初にあなたと会った時のことかしら。それは、その、見たでしょ？私の裸を。お祝い、楽しんでくれてるかしら。いつもの団らんも悪くないけど、たまにはこういう華やかなのも素敵でしょ？珍しく疲れた顔をしているのね。ほら、そこに座りなさい。あなたに習ったマッサージしてあげる。楽しいパーティーにできたのは、ベータの下調べにガンマの企画、イータやゼータの手助け。とにかく、みんなの力があってこそなの。ベータが書いた小説を見せてもらったの。確か、ロメオとジュリエッタだったかしら。切ない物語だったわ。その、いつも本当にありがとう。雰囲気って大事よね。普段言えないことも言えちゃうんだもの。あなたと再会するまでの3年、長いようで短くて、でもやっぱり長かったわね。そっちも少しは寂しいと思ってくれていた？久しぶりに再会したとき、すぐに私だと気づいたわね。香水が昔と同じだった。そう、覚えてくれていたの。あなたって泣いたことはあるの？生まれた時に一度だけ？あなたが言うと冗談に聞こえないわね。あなたに助けられてもう5年も経ったのね。仲間を集めるために飛び回っていたから、一緒に過ごした時間が短かったように感じるわ。ガンマが寄席という興行小屋を作るそうよ。何？目を輝かせて。まさか出演するつもり？急に相方とか呼ばないで。あら、服が破れてるわよ。どこぞの王女様にでも着られた？貸して、繕ってあげる。今日は久しぶりの休み。なのに、こんな時でも組織のことを考えてしまう。そんな性格ね。高いお店に入ろうとして追い返された？ドレスコードに引っかかっただけ。いえ、知られたくない教団の秘密施設かも。調べてみるわ。シャドーガーデンも大きくなったわ。三つ星商会も含めれば、数百人規模の一大組織よ。その気になれば、世界を手にできるかもね。ねえ、また一人で考え事かしら。またその遠くを見るような、物憂げな眼差し。私では、あなたのその憂いを取り除く力になれないの。確かに私たちの実力はあなたの足元にも及ばないかもしれない。でもね、いつまでも一人でその大きな憂いを抱えずに、今日は私にもその一部を担わせてほしいの。いいでしょ？